さあ、新しい武器も手に入れたので、どんどん行きましょうか。アマかける聖属戦。何これ、かっこよさそう。よーし、じゃあ、今度こそ。何回でも俺は本気の7に、チャレンジするぞ。まあ、7、6ぐらいが多分俺の実力的にちょうどいいのかもな。おそらくは。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。メデューサを守護する奴らも倒し、すごい開放的。いよいよ決戦の時は近いですね。おお。でも冥府には向かってないですよね。どこに行くんですか。恥ずかしい話なのですが、うん、はい、三種の神器ありますよね。以前メデューサ戦で使った。ああ、使ったよ。ミラーシールド、ライトアロー、ペガサスの翼の3つですね。そう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 、使った使った。有事の際に備えて隠しておいたんです。あ、そうなの。それは賢明ですね。さすがパルテラ様。それとは別に聖属船というものがありまして。聖属船、要は星々の海賊船ですね。銀河の海を渡り、天空にある星座を狩ることを生業とするものです。はいはいはい。星座を狩る、そりゃダイナミックな。そうだね。で、それが三種の神器とどう関係が。三種の神器を隠したのがとある星座の中だったのですよ。え、まさか神器が星座ごと狩られてしまったとか。感づいており、早速聖属船を襲っています。そりゃ大変だ。やばい、三種の神器を。そこで今回のミッションです。聖属船を攻略し、はい、三種の神器を取り返してください。オッケーです、オッケーです。わかりました、パルテラ様。はい。で、いつの間にすごいスピードですね。おー、いつの間に俺も死にそうだ。ちょっと遠いし、急ぎたいので飛ばしますよ。あ、やばい、 G がかかる、 G が。すごいすごいすごい。おー、綺麗、美しい。美人も止まった。おー、しかし三種の神器今も使えるんでしょうか。少しひび入ってましたよ。ほこりかぶってましたし。えうひ、メンテ不足ですか。本当だよ、ちゃんとメンテのしろ。はい、死んじゃいました。くそー。でーん。しかし三種の神器今も使えるんでしょうか。少しひび入ってましたよ。ほこりかぶってましたし。うひ、メンテ不足ですか。でも今のピットの強さなら使わなくてもなんとかなるかしら。任せてください、メデューサなんて楽勝ですよ。楽勝楽勝。たくましくなりましたね。ピット、やられちゃったなんて言ってた時代が懐かしいです。すいません、さっきやられました。それは今でも言いますけど。うん、さっき今でも言いました。いやー、本気で6になったら、ちょっと1下がるだけでね、こんなに変わるんですね。バーンと。あー、やばい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 、やられちゃう、やられちゃう、やられちゃった。よし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 。なんとか助かった、回復玉。おー、絶景ですね。すごいね、これ。ここが銀河の海です。へー。あ、急速チャージ切れちゃった。おっとっと、また出たな。いた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 。危ない危ない。撃て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 。おい、敵をどんどん沸かしてくるんだよな、こいつ。この辺りに生息船がいるはずですが、うんうんうん、どこに。いやー、しかし綺麗だ、ずっと見ていたいな。おっと、ね、危ない。おお、かっこいい。はあ、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった。あれみたいな、戦艦ハルバードみたいな。生息船高速で移動しています。追いかけましょう。オッケー。ちょうど桜井さんのゲームだし、戦艦ハルバードっぽいのもちょっとうなずけるかもしれない。わあ、たたたい。オッケーオッケー。今回じゃあ地上戦も期待できるな、こんだけ綺麗なところだと。あ、そっか、聖属戦の中か、地上戦はね。終わった。これ爆発するやつどうすればいいんだろう。触らない方がいいのかな。オッケー、スペシャルアタック。よかった、まだ三種の神器が奪われていない証拠ですね。聖属船に加勢すべきですか。あなたも侵入者なのですよ、ピット。それに空から星座がなくなったら味気がなくて困ります。そういう問題。遠慮なく戦いなさい。オッケー。なんかバンバン撃ってくるじゃねえか、すごいな聖属船。スペシャルアタック。入り口を探しています。オッケー。
早く早く探してくれバルデラ様と。すごい戦ってるよ、戦争だな、もう完全にこれは。どこだどこだろう。甲板の脆い部分を突き破ります。オッケー、突撃しますよきっと。はい、終わったー。いやーちょっと本気度はね下がっちゃいましたけれども、まあ仕方ない。だからこそもうやられられないね、やられられないね。言ってて、もう少し優しくしてください。本当だよ。あらごめんなさい。いいねいいね、大丈夫。やはり最初にねこういう拾い食いのやつがあるんだよな。あーすごい、なんかほんと宇宙船の中って感じがする。未来的トロンみたいな。あの奴らが生息ですね。はいはいはい、おわたい。話が通じる相手ではなさそうです。彼らは冥府軍より手強いかも。ちょ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 、よし、いいぞいいぞいいぞ。おい、ババ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 バ、うう、おい、いいぞいいぞいいぞ。もうちょっと、おわたたたた、やばい、死んじゃう死んじゃう、死ぬのは許されん。回復回復、おっと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 、おい、物陰に身を潜めろ。よし、ジャンプして、うわあ、そういうことか、そういうことか。まあ、とりあえず、隠れながら撃とう。えい、オッケー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。スナイプ。おい、オッケー。そうか、毒らせることができるから、時間かければ倒せるな。おい、欲しい。ちゃんとよく狙え。えい、オッケー、オッケー、オッケー。なんかキュッキュッキュッキュ聞こえるんだけれども、これなんだ。あ、自動回避、へえ、なんかいいの拾った。あ、でもさっきこれ先進んでもいいけど、これ上にも行けるんだよな。あ、なるほど、あれだ、宝箱が取れるんだ。はい、いよいよ、これ罠じゃねえだろうな。またあの足生えてこねえか。オッケーオッケーオッケー。発動ルーレットってなんだろう。あとあれだ、死んだふりもね頑張って使わないと。まあでも死んだふりはボス戦まで取っといてもいいのかもしれないな。2回しか使えないし。よし、さあまたなんか敵来るだろう。何これ、ボカン、ああ、爆弾だったのか。なんかやってきた海賊みたいなのが、生族が倒れちゃって。おい、おっとー、危ない。たた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 、バシュン、オッケー、よーんと。うわー、またなんかいるやん。おーっと、接近戦か、接近戦か。たた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 い、よしよしよし。まだ知らないか、タフだな。オッケー、で爆弾発見。アイテムシューター使おう。あ、ないわ、なかったんだった。ボン、よし、どんどん敵いるじゃん。ほい、こっから入れるな。オッケー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 。うー、慎重に慎重に。あれ、あ、ヒロイングやった、ドーナツドーナツ。あー、助かったー。あれもか、あれもか。あ、チョコレート、いいね、板チョコ、板チョコ。あー、ドーナツ食いたくなってきた。ミスド生きて、ポンデリング食いてよ。俺もミスドは圧倒的ポンデリング派ですからね。おーと、ほいほいの野郎、ほい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 、オッケーからの、えい、いいよ。これ下に潜り込んでれば、来てる来てるか来てるか、見えなかった。やばい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 、オッケー、よくないよくない、ちょっと待って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 、えい、よし、まだいるまだいるまだいる、ほい、オッケー、オッケー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 。あー、なにこれ、破傷ラッシュニードル、よしよしよし、まだ審議だな。敵はいない。ん、これは動力室ですね。動力室、何かガラスの中で光ってますけど。そうだね、生属船は銀河の海のエネルギーをそのまま推進力に転換しています。へえ、何それ。銀河の海の上では無限に進めるわけですね。へえ、それは厄介な、いっそ壊しちゃいましょうか。そしたらこの方が壊れるんだ。大爆発を起こしますよ。おっと、オッケー、それは怖い、スルーさせていただきます。
はい。でもなんかいずれぶっ壊しそうなフラグが立っているな。ああ、何なんか聞こえるんですけど。おお、やっぱいるじゃん。危ねえ。よしよし。バン。ババ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 ッと。オートアーク。結構見てから避けられないな。早え。弾速が。どう。よしよしよし。うわ、やばいやばい。回復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 。回復。負けるか。オッケー。またなんか、ああ、これ使えばよかった。十文字爆弾ね。強いね、これ。次の敵ですか。回復入れときたいけどな。へい、くらえ。オッケー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 。来た来た来た。助かった、ソフトクリーム。回復取っといて。オッケーオッケーオッケー。回復取っといてよかった。で、やりたいな。いるよねー。あれだ。あれバカする。おお、たくさん。見てたんだがな。ほえらが。冥府軍も強引にねじ込んできましたね。これホエラっていうのか。とっとっとっと、冥府の相手もしなきゃいけないのかな。厄介だよな。とっ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 と、どこでどこで、あ、本気で6、本気で6扉。それはいいんだ、それはいいんだ。ババ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 バ。いいよいいよいいよ。オッケー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 。本気で6、ちょうどぴったり6だからな。いいぞ。さあなんだ。王者の撃剣、なんかすげえ強そうなの来たよ。これは次の武器候補だな。ん？なんかやってる。あ、冥府軍と戦ってるのか、生息が。あ、倒れちゃった。あ、でもなんか同州しみたいな感じになった。漁夫の儀だ。なんだ？ここは勝った星座を貯蔵している倉庫のようです。へえ。圧縮して運びやすいようにしていますね。そんなことできるの？三種の神器もここに。なるほど。残念ながらここにはないようです。残念。すでに星族に見つかってリーダーが持っているのかも。あ、出たなお前。誰でも使えるもんじゃないんだけどな。天使の装備の星族、嫌ですね。よし、いいぞ。タフだなこいつ。うい。おっと、冥府軍か。おっと、危ない。よしよし。やはり本気度6ぐらいが俺にとってちょうどいい難易度だ。ただね、これで甘えちゃいけないよね。上を目指したいじゃないか。おお、ぶな、なになに、おーい、ちょ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 。あ、待って、これ爆弾だ、爆弾爆弾爆弾。ドン。よし、ぶどう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 。オッケー。危なかった。さっきの上のスタンプはなんだ。スタンプはこっちか、知らない。ピョイーンといるな。よし、いるいるいる。なんか来る。危なー。まだまだいるな、後ろに。ん、あれ、どっかにいたはずなのに。やったのかも。おお、いる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 。バカバカバカ、ハンバーガーハンバーガー。いやー、マック食いたくなる。もうね、ピット君が拾い食いしたものをね、現実でも食いたくなるんだよ。いやー、でもやっぱね、マックよりモスかな。俺はモスバーガー派です。クリームチーズ照り焼きとかね、今やってるし。コリンズうめんだよ。おお、なになに、コリンズ。攻撃が通用しませんよ。どうすればいいのよ。発射される虫を引きつけ、打撃で打ち返して倒しなさい。はい、なるほど。虫。これか。いたいたいた。おい、そういうことね、そういうことね。ただこいつが邪魔なんだよ。 OK、 虫打撃で打ち返す、こうか。 OK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 。 なんかうまくできたのかできてないのかよく分かんなかったけど、とりあえず引きつけて打撃っていうのは分かった。ほんで、あ、これ宇宙じゃないの。まあ今更だけど。全体の側面に出ました。光の通路に銀河の海。お、絵になりますね。本当だね。あ、これ落ちんのか。そう、甘えてたよ。シビアだな、そう考えると。おい、オッケー。じゃあ結構慎重に進まないと。おいおい。でこっちにもなんかどうさるでしょ。ない。グイッとスティック入れるとね、ギュワンってピットが動いちゃうから慎重に進まないとね。よし、
ほんでこういうところになんか、あーっと待って、あいつあれか、いや違うな、虫を跳ね返すやつではない。おお、なんかびっくりした、アスカ文化アタックしてきたよあいつ。仏教文化の重みを知んないと。なんでどっちだ、こっちか左か。スイッチですか。スイッチです。はい、仕掛けっぽいですね。そうだね、まあ基本ですよね。え、何押せばいいの、押すしかないよね。はい、違うか、打撃か。はい、おお。どっちかっていう話。おわ、たた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 、痛い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 、やばいやばい、あ、これのことか、敵の出てくる扉。 OK、 あ、さっきこっちを破壊したから、まあでもこれを、おい、うん、両方か、おい、あ、そういうことか、これが敵の出てくる扉ってことは、あ、ないのか、敵の出てくる扉なさそうだね。なになになに、なんかまた聞こえるじゃん。あれか。あれなんだ。あれ敵じゃないのか。あ、違う。こういうことか。ちょっと待って。仕掛けね。ほい。でもなんか真ん中に、そうそう、これあるじゃん。拾っていいのか、これ。またなんか罠臭いよな。あ、よかったよかったよかった。キュービットの神球？待って。うおもう、そう。貴様。ちょっと確かに色違かった。あ、よかったよかった。もうああいう罠困る。とりあえず回復だ。あ、ダメだ、回復しない、ちょっとしかしない。 あれだな。やばい、本気度6でやられるわけにはいかねえぞ。そろそろボス来てくれ、神のドリンク。まだか。どっちだどっちだ、こっちが正規ルートだけど、こっちもある。あ、温泉じゃない、これ温泉じゃない。お、温泉。でもなんか誰か入浴中のようですけど、いるね。おお、たたたたたたたい、戦え戦え、オッケー。あー、久しぶりの温泉だこれね。ほんとね、気持ちいいの。なんか自分入ってないけど、ほんとに温泉入った気分になる。あー、すっきりする。さっきじゃあ回復使ったのちょっともったいなかったね。ここに温泉があるんだったら、まあ仕方ないな、これは。よし、全開。あ、待って、こっちもなかったよね。お、なんか落ちてきた、やった。よーし、今回行くぞー。よし、うわー、おーおー、ババ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 バこの、おっと、なんかエレベーター、芸人のエレベーターネタみたいな、なんか扉開いたらネタするみたいな。ほんで OK、 よー、ちょっと傷ついたので、あ、マジか、温泉行きたかったのに。まあそううまくはいかねえか。じゃあ行こう。これ落ちたらまずいからな。お、なんか下いるじゃん。これじゃ下落ちれるんじゃない。これ下落ちていいでしょ。おい、あー、行っちゃった。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。おっと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 、うい。あー、たたたたたた。オッケー、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 オッケー。こいつ苦手だわ、俺。お、あー、ここに爆弾あったのか。これ使えばよかったよ。まあ次の敵に使おう。お前に使う。よし。オッケー、オッケー。うわー、また出たお前。この。パパ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 パ
あ、落ちてた落ちてた。でまた多分ここ来るだろクジラ。来ねえか。だったら先進めようと思って。逃げろ逃げろ。あーやばいやばい。ちょっと走りすぎた走りすぎた。船体の外にグラインドレールを引きました。おーおお、それはありがたい。ありがとう。グラインドレールを引ける場所はとても限られています。うん、冥府軍によって統制が崩れていたのはラッキーでした。なるほどね。 OK。 大きく移動してますね。どこを目指しているのでしょうか。うん、ブリッジです。三種の神器がありそうなのはそこぐらいですから。なるほど、了解です。探索していきます。 OK。 おわ、たた、そっちそっちか。おっと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 、よしよしよし。もうそろそろボス戦も近いか。ブリッジって言ってるし。冥府軍もかなり入り込んでいます。そうね。あ、戦ってる戦ってる。あ、もう構わないでいい、構わないでいい、構わないでいいとか言いながらも、よしよし、今のうちに今のうちに。あ、あ、あ、では漁夫の利を狙おう。なんかスマブラでこういうやついるよねスマッシュブラザーズでさ、戦ってるところにこう遠くから遠距離攻撃だけするやついたよね。あーただだ、そんなことしてるからバチが当たった。オッケー、おっと、ちょい、いた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 、やばい、ちょっと待って、こいつやんなきゃ。よし、オッケー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 。おお、やばい、くそ、つまらないところでダメージを食らってしまったな。うわー、まだいるまだいる。また冥府軍戦ってんのか。いや、冥府軍と、おっと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 、あ、そっか、これ虫か、虫跳ね返さなきゃいけないんだこれ。おい、オッケー、虫跳ね返せ。はい、オッケー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 。うーん、まだなんかどんどんいるし。こっちは温泉、温泉、そろそろ温泉ください。違うけど、ん、あ、はいはい、とりあえず仕掛けよ。おいおいおい、はい、あー敵いるよね、そうだよね、来るよね、やばい。イカロス、え、なにこれ。あ、味方になってくれるってこと。やった、味方ゲット。おー、すげー、撃ってくれてる一緒に。あ、やった、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、またあのスマブラによくあるちょっとずるいやつになってるじゃねえか、戦ってるところに。 OKOK、 いいぞ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 。あ、もういなくなっちゃった、イカロス。なんだ、短い間の仲間だったぜ。おお、来た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 、怖い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 。どうしたどうした、よしよしよし。あー、また深で寄ってしまったよ。これはまた大丈夫、よしよしよし。グライダージャンプ、どんどんいろんな音からゲットしてるわ。来たー、最後のエレベーターです。あー、生き返ったぜ。生族船長とかいるのでしょうか。よし、じゃあ俺のこの死んだ振りがな、火を吹くぜ。なんかメガホン持ってる。何言ってるのか分かりませんね。うん、喋ってんのか。メッフェ、お前をギタギタにしてやるってところではないでしょうか。訳してくれた。まあ大体そんなんなんだろうな。あああああ、さらわれた。うわー、食べられてるし。こいつがボス、でけえな。クラーケン、
クラーケン？化け物ですか？こんなんどうやって倒せばいいんだ？こんなものが住んでいたなんて。冥府軍の仕業じゃないですか？とにかくただでは済みませんね。あの触手を落としなさい。なるほどね。ちょっと美味しそうですね。確かにたこ焼き食いたい。最近たこ焼き食べてないな。いや俺も食べてないんですよ。食べてような銀だこがいいよな。銀だこ、なんかこの実況食べ物の話ばっかりしてる。よし、きれいきれいきれい。とりあえずおーっと、くる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 、ない、撃って撃って撃って、危ねー、ほい、よいよい、くる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 、切れるか切れないか。まあでもとりあえずまあ動き回ってれば当たりはしないな。あと3本。オッケー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 、こんなんでいいの。ただまあモノフォンの本体の方のクラーケンが出てないからな。残りの1本。オッケーオッケーオッケー、もうはい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 、これで全部だ。オッケー、簡単簡単。頭を狙いなさい。で頭ね、近づくのも離れるのも一長一短ありますね。そうだね。手にした神器が得意な間合いで戦いなさい。となれば現場の判断に委ねるってことですね。そうね、さすがパルテラ様は現場が分かっている。あのなんかビームの時にちょっと死んだふりしてみよう。危ない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 、ビームなの来たら死んだふり、やられちゃった。おーすげえ透明、まだ透明。ああなるほどなるほど、へえ面白い、やられちゃった。おーナイス回避、なるほどね。でクイックチャージいこう。オッケー、うい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 、ナイスクイックチャージ、いいよ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 、どんどん撃てどんどん撃て。オッケー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 、お見事、まさにパワー勝ちって感じだな。うまく戦えたよ、いいねいいね。ああ今回かなり気持ちよくすっきりとした戦いだったわ。ありました、三種の神器。この不死せせに縦長の箱、間違いなさそうですね。そういうことを言うな。なんでこんな箱に入っているんですか。さあさあってそうだな、元を作った任天堂の人に話を聞いておかないと。なぜこんなに縦長なんですかと。きたきた、この王者の激剣、これ強そうだよな。次これ使おう。高くジャンプしその子滑空する。へえ。あ、出た、打ち上げ花火レベル2。これなんか打ち上げ花火って、無敵時間があるそうですね。ただ意味なしかと思ったけど、打ち上げ花火上げている間は無敵だから、それで敵の攻撃を回避する。そう考えると、まあまあ使えますよね。じゃあちょっと残りの、ささーっとね、打ち上げ花火使っておきましょうか。よし、とりあえずなんか無理やり入れましたけどね、死んだフリード回復と打ち上げ花火。でもこの波動ビーム欲しいよな、これ。ものすごいなんか一辺取られる感じがしますけれども。でもこれ入れてるとね、入んないんだよな、打ち上げ花火。で、ちょっと今回波動ビームが見たいから、波動ビームをちょっと入れておきましょう。で、あとは、そうだな、残ったところに、グライダージャンプとかもいいけど、やっぱこのクイックチャージ欲しいから。こんな感じで。で、余ったところに、グライダージャンプは入るな。ああ、でもこれちょっと使いづらそうだしな。カウンターも入れてみたいが。反射板だ。これぴったりだ。よし、こうしよう。よし。で、さっき手に入れた。これだ、王者の激剣。これと激剣バイパーをこう、融合しちゃうっていうのもあれだよね。ああもうなんか王者の風格って感じ。いいね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 。かつ、あ、霧も強いね。64。よし。ちょっとこいつを融合させちゃう。で。あー、なるほどね。車窓ヘビーガンになるんだ。ウルバリン的な感じになるんだね。よし、やっちゃおう。どんどん融合して強くしてって。うわ、これいいね。強そう。なかなか強そうな感じになるじゃないか。よし、これ使おう。霊木の神球。これいいぞ。融合して。いいね、いいね、いいね。よし、ということで、なかなか強そうなね、
武器になったということで、次回この装備の状態で、あ、出た決戦メデューサ、もうなんかラストダンジョンみたいな雰囲気がありますけれどもね、次回この9章決戦メデューサ行きたいと思います。お疲れ様でした。